はい、例によって桜ヶ丘公園に向かってます。この後立ち会いリポーターでね、桜ヶ丘公園でちょこっとやります。今12時ちょっと前ですね。7月17日水曜日です。お昼休みの時間帯に桜ヶ丘公園から少しだけポーターをねやろうと思っています。どうでしょう。はい、桜ヶ丘公園です。この時間ね、あれなんですよね、昼休みでお休みしている車がね、いると思うんですけど、ちょっとちょっとね、エアコンとかつけてたと思います。ちょっとね、やっていこうと思います。セットできたんでね、ちょっとね、やりますけどね。こんな感じでしょうかね。熱っ。バッテリーなしだと、あれ、まあ、バッテリーなしですね、まあ、よしよし、バッテリーないもんね。斜めがこちらね、こんな感じで今つないでますと。よいしょ、今日これですね、 USB ファン使ってますね。こんな感じです。よし、今こんなクールですね。ここからどうか、まあ、これをねやりながらね、ちょっとあの画面の方でね切り替えてね撮っていきます。3041、はい、ちょっとこれで来ました。反射があってね見にくいのかやってますけどね、ここからスタートしてます。でこうやって今やってますけど、ダメっぽかったらツーメーターとかね切り替えます。ちょっとね斜めが飛んでない気がするんですよね。一応ねこんな感じでやってるんですけどね、どうもダメっぽいんでね切り替えます。一旦ちょっと外しますね。全然ダメっぽいですね。一旦これでダイヤルも抜いて、これ M 型からね、BNC のコネクターで、あとこれ SR177 ですね。ギューと伸ばした状態で、はい。RH ですね。RH177 ですね。はい。これに変えました。はい。じゃあ、しょうがないんでね、2メーター行きましょうか。2メーター、144.460。起きた。ありがとうございます。さっき飛んでなかったわけじゃないのか。まあ、大きいアンテナだったら拾われる可能性もあるというところでね、ちょっと頑張りましょう。あつつつつ。まあね、今ね、やってますけど、やっぱね、少しずつね、こう上がってきますね。ファン回しますか。強制冷却ね、スタートしましたね。冷却開始してます。今ね、ここまで暑くなったんでね、どうなるか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9更新。あと1個。ありがとうございます。今こんな感じでね、今10個できましたね。で、2メーターでこういう風にやってますけども、一応温度はね、なんとか、こんな感じで。なんとかですね。今出力ね 10W かけてるんでね、ちょっとね負担大きいんですよ。熱っ、開きました。ありがとうございます。もう一回ちょっとね戻してやってみましょうかね。よいしょ、はい、まあ、こんな感じでねつけてみました。ちなみにねこちら缶もねこんな感じで回してますよ。隣の車がね、エアコンうるさいんですけどね。うちは、エアコンってエンジンも止めてる状態なので、ね、これでやっております。クールです。7041ですね。はい、これちょっとできるか。どうでしょうね。できるかどうかわかりません。
こんな感じで今やっております。ちょっと出してますね。まあ、39.5 になるのはね、フェイクイットっていうか、ずらしてからですね、周波数、送信時にね。あ、もうすぐ1時になっちゃうな。まあ、ちょっと、1曲ぐらいどっかできないかな。40F ね。なんか全然ダメっぽいんですけど、どうでしょう。2エリアからね、呼ばれました。ありがとうございます。ちょっと頑張ってみますかね。少しね、頑張ってできるかどうかね、サービスしたいと思います。左にいる車がね、エアコンに音がしてるね。無線機の方は USB ファン回してたんで、なんとかこんな感じで耐えられてるんですけども、人間の方がちょっと、人間の方がだいぶちょっと疲れてきちゃったんでね、そろそろ終わりにしようかなって感じですね。まあ、呼ばれてる最中はね、ちょっとやめられませんけど、もうちょっとね、ちょっと途切れたらね、やめようかなと思ってます。こんな感じでね、今、斜めが出ます。最初ね、12時ぐらいはね、できなかったんですけど、人が出てきたっていうのも、少しね、今の時間の方がコンディション回復したかもしれないです。最後にね、7038FT4 をやって、1曲呼ばれましたね。多分、あとは無理かなということでね、この辺で終わりにしようと思います。1時間の予定がね、1時間半になっちゃいましたけどね、最初の斜め側が全然ダメだったんでね、仕方がなかったです。1時間ずらして、1時になってからね、FT840F やりましたけども、そちらはね、できたでね、良かったと思います。じゃあ、このあたりでね、終わりにしましょうかね。で、こちらの IC705 の方は、順調に動いてます。そんな感じでしょうか。ごめんね。こんな感じです。はい、こんな感じで回ってます。あ、送信してた。はい、じゃあ終わりです。はい、終わりにします。はい、ということでね、こちらでね、次呼ばれなければ終わりと。はい、どうもありがとうございました。じゃあちょっとこちらを WSGTX とかね、落としていきます。グリッドトラッカーも落としていきますとね。こちらの方もできたんでね、良かったです。ラムログ NG も落としていきます。どうもありがとうございました。じゃあ CL ね、出しますね。あ、CL 先のゾーンが読みちゃった。QRT ですね。はい、ちょっとね、片付けますかね。ってことでね、片付けますと。はい、桜ヶ丘公園での運用終わりました。ありがとうございます。エアコン全開ですけど、人間の方がね、ダメになっちゃったんでね、ちょっとね、終わりにしました。当初1時間の予定ですけども、最初の斜め側がね、ほとんど飛ばないっていうか、全く見えないような状態で、1曲、呼んでる曲がね、1曲、なんか呼ばれてる曲が見えたんですけど、それ以外見えなかったんで、ね、スルメーター430に変えてしまったんですけど、とりあえずですね、タッチリポーターなんでね、サクッと終わりにしようと思います。ちょっと30分延長しちゃいましたけど、これだけで終わりです。ありがとうございました。で、32更新ぐらいできたっぽいんでね、良かったんじゃないかなと思ってます。まあ、2メーターでもね、最初きつかったんですけど、昼休みなんでね、なんとか呼ばれたのかなと思うのと、まあ、延長戦でもう一回ね、1時ぐらいから眺めが戻ってできてるっていうのと、こんなところでしょうか。空は多いんですけどね。いや、今の気温は30度くらい、車載の温度計で30度くらいですね。相変わらず特に変わってないんですけどね。ただちょっと、エアコンなしでやってる分にはね、それなりに人間の方が疲れちゃうんで、長時間の運用は考えものだなと思いました。では、こんな感じです。ありがとうございました。